勝又乙吉郎明治5年6月は幕末の武士、剣術家、伊伊野藩足軽、野城国信の次男として生まれる。12歳から藩の剣術指南役、森洋蔵の内弟子となり、北進一刀流剣術を学ぶ。16歳で同藩士、勝又元右衛門の養子となる。文久三年、大阪定番となった藩主、星名忠駅に伴い、 大阪に赴く。大阪では、主君の三河吉田藩主、松平新井西江が、大阪城代を務めていたため在咲していた鏡、新明智流の坂部大作と試合をし、足絡みで倒した。また、大阪公部署のフランス人の重剣術教官とも、試合をし、市内で重剣を打ち落とし突きを入れてから、これも足絡みで倒したという。母親戦争では、 藩主の命令で、会津へと派遣される死の森洋蔵に従い、会津に赴いた。会津の各地で転戦したが負傷したためいいのに帰った。大津よ郎が帰った後、洋蔵、虎を親子は戦死した。明治3年末、森洋蔵の娘で剣術、鎖釜術の達人であった冬と結婚した。明治5年、二人の間に、鉄太郎が生まれたが、同年6月、 三十一歳で病没した。冬は、その後、野間吉夫と再婚し、講段社創業者の野間清二を生んだ。ありがとうございます。